404です。今回はこちらです。ジンズのドラえもんモデルのメガネをまた買ってきました。まだ置いてありました。でもやっぱりフラグシップモデルのものはなかったですね。数もだいぶ少なくなっていました。まあ発売日が元日でしたからね、当然といえば当然だと思います。それでは中を見ていきましょう。なんかね、店員さんがすごく親切な方で、限定のショッパーを別で入れてくれたんですよね。これはちょっと嬉しかったです。ショッパーは前回紹介したのでいいかな。このまま保存しておきたいと思います。中身はこんな感じです。前回紹介したメガネケースと全く違いますね。前回はシックな感じだったんですが、今回のものはすごくポップな感じになっていて、いろんな表情のドラえもんが描かれています。サイドにはタグがついています。フジコプロ、そしてジンズと書いてありますね。あと今回のものは縦型です。こういった感じで開けるやつですね。うん、いいなこれ。では中のものを出してみましょう。はい、メガネ拭きとメガネが入っていました。今回のメガネ拭きはどこでもドアの形をしていますね。これは可愛い。下の方にはドラえもんのロゴとジンズのロゴが入っています。裏側は無地です。そしてこちらがメガネでございます。今回私が購入したのはバイカラーエアフレームのドラえもんアイスです。落ち着いた焦げ茶色のメガネになっています。スクエア型のものですね。テンプルの内側にはドラえもんの目と鼻の部分だけが表情違いで5つ並んでいます。このぐらいのさりげなさがちょうどいいですよね。反対側の内側にはドラえもんとジーンズのロゴがプリントされています。そしてこちらの方に行くと、ここにフジコプロとプリントされていますね。うん、これだとかけた時に全くドラえもんコラボだってわからないので、仕事の時にかけてても問題ないかなと思います。いつでもかけられる、かけやすいメガネですね。しかもこちらのメガネは税込み5500円なので、かなりお手頃なんじゃないかなと思います。うん、いい買い物したな。というわけで今回はジンズドラえもんモデルのバイカラーエアフレームドラえもんアイズを紹介しました。ネットでは売り切れてしまっているみたいなんですけど、店舗によってはまだ残っているところもあると思うので、気になった方はぜひ店舗の方へ行ってみてください。お値段もお手頃ですし、他にも色違い柄違いが残っているかもしれないので、1本買っておいても損はないと思います。私も残ってたらまた買うかもしれないので、その時はまた紹介したいと思います。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。